松永安左衛門12月1日から1971年6月16日は、明治末期から昭和にかけて長く日本の電力業界において活動した実業家である。長崎県行き島出身。安左衛門の名は、父の名を襲名したもので、幼名は亀之助。石炭商などの事業を手掛けた後、明治末期から九州で、電気事業の経営に関わり、 1922年からは20年に、渡り大手電力会社東方電力を主催した。太平洋戦争下では一旦実業界から退くも、戦後の占領下で、電気事業再編成審議会会長として再起。電気事業再編成を主導して旧電力体制への再編を推進し、その強硬な姿勢から、電力の鬼の異名を取った。その後は、 電力中央研究所理事長に就任。また施設シンクタンク産業計画会議を主催して、日本の産業経済全体について政策提言を行い、政府の政策に大きな影響を与えた。大正時代に一期の密衆議院議員を務めた、経歴も持つ。美術品収集家、茶人としても知られ、耳ミミアンの号を持つ近代小田原三茶人の一人でも、ある。 中部電力第五代社長、松永亀三郎は老い。1875年、長崎県陰気の商家に生まれた。二代目、安左衛門の長男で、陽名は亀之助。故郷の陰通寺浦は、天然の良好をなしていて、安左衛門が生まれた頃までは、商業地で、域の首都的存在だった。祖父は、京阪神地方との交易、酒造業、呉服、雑貨、 穀物の取り扱い、水産業など手広く、事業を営んでいた。陽明の亀之助時代の思い出の中で印象に、残るのは、祖父母、父母、親戚一等から非常に可愛がられて育ったということだった。福沢諭吉の学問の進めに、寒風後期し、福沢門に進むことを一人決めしていた。里の裏の親戚に預けられて、 通っていた第17高等小学校も、あと1年で終えるという頃、この希望は、非常に強くなった。1889年に、東京へ出て、慶應義塾に入学。登園にあたる霊岩島の山内善三郎家に、寄附した。16歳の時には、新生コレラにかかり、本庄緑町の非病院に入れられることになったが、幸いに助かった。 1893年、父の死で起きょう、家督を相続し、三代目安左衛門を襲名。それまでは、大きな不幸も知らず、順調だっただけに、父の赤字には安左衛門にとって腹立たしいほど、残念だった。スルメ、星アワビなどの水産物資を作って、中国に輸出することなどを手がけた。自分も持ち船に乗って、駅から博多、長崎、 平戸、津島などに出かけていた。元来松永家は商売の他土地もかなりあった。土地の管理、漁場経営などには相当手がかかった。そこで安左衛門は、手動業、海産物取扱い、呉副業などは一切やめる決心をした。それらの業は他人に譲として土地だけを確実に継承していくことにした。 21歳の秋再び慶應義塾に戻った。福沢諭吉の朝の散歩にお供をするようになり、諭吉の境外に接するとともに、福沢桃介の地遇を得た。卒業まであと1年という1898年、学問に興味が湧かなくなったことを、福沢諭吉に告白すると、卒業など大した意義はない。そんな気持ちなら、 社会に出て働くが良かろうと勧められて退学した。福沢の記念帳に、我が人生は闘争なりと記した。慶応義塾大学中退後、福沢桃介の紹介で日本銀行に入行した。当時、山本達夫総裁のもと、日銀幹部ストライキ事件が起こり、東大出身幹部らが一掃され、慶応出身者が用務員から、一般職員。 幹部人事までを締めた時期にあたるが一年で辞職。その後は、福沢と共同で、神戸や大阪等で、材木商や石炭業を営む。1909年、福白電気軌道の設立に関わり、松永が電力事業に携わる、第一歩となった。その後、いくつかの電力会社を合併し、九州電灯鉄道となり、 さらに1922年関西電機と合併して、東方電力を設立し、副社長になった。1928年には社長に就任し、1と11県に電力を供給するまでになった。この間1917年第13回衆議院議員総選挙に当選し、一期務めている。東方電力は、九州、近畿、中部に及ぶ勢力を持った。 さらに東京進出を図り設立された、同社の子会社、東京電力は、東京電灯と派遣を争った。1927年、東京電灯と東京電力は合併し、東京電灯株の交付を受けた大株主という、立場の松永は、同社の取締役に就任した。その影響力はもとより、電力統制試験を発表し、 民間主導の電力会社再編を主張したことなどもあって、電力王と言われた。戦争に訴えなくとも日本が生きていけるということに生産があり、電力事業の国家による管理に反対した松永は、その道筋を解き続けた。官僚嫌いでもあった松永は、講演会の席上で軍閥に追随する官僚たちを人間のクズと発言した。これらの言動は、 天皇の勅命をいただいている者への最大な侮辱と大問題になり、新聞に謝罪広告を掲載する事態に追い込まれる。当時の企画院総裁だった鈴木定一からあなたは重大なリストに載っているから手を引かないと危ないという忠告も受けた。戦争の激化に伴い国家総動員法と合わせて電気事業を国家管理下に置く政策が取られ、 特殊法人の日本発送電会社が設立され、旧の会社が配電事業を行うことになった。これに伴う、東方電力の解散を機に、松永は引退し、以後は、所沢の柳瀬荘で、茶道三昧の日を過ごした。第二次世界大戦後の1946年、小田原市板橋に、松下邸を建てて、埼玉県柳瀬から移り、住まいとした。 柳瀬で所蔵していた美術品と柳瀬層を東京国立博物館に寄贈した。小田原では増、松田隆野崎博太氏の後を受けて近代茶道をたしなみ、小田原三茶人と称される。当時の GHQ による占領政策上、日本発送電会社の民営化が課題になると、かつての敵池田茂明の推薦により、吉田茂に、 電気事業再編成審議会会長に抜擢された。日本発送電側は独占体制を守ろうと格作したが、反対の声を押し切り、意を共にするき、川田和孝や池田隼虎と旧電力会社への事業再編による分割民営化を実現した。最終的には GHQ が反対派をねじ伏せた。さらに、電力事業の今後の発展を予測して、 電気料金の値上げを実施したため、消費者からも多くの非難を浴びた。こうした強引さから、電力の鬼と呼ばれるようになった。1951年、こうした経緯から、電力技術の研究開発を効率的かつ、国家介入など外圧に影響されることなく、実施するため、旧電力会社の合同出資でありながら、 完全中立を堅持する公益法人として民間発のシンクタンク電力中央研究所を設立し晩年は自ら理事長に就任した1956年施設のシンクタンクである産業計画会議を発足させて主催し経済分野の国家的政策課題について政策提言を行った提言内容の例として 東名高速道路、名神高速道路の計画や、国鉄民営化、日本最大の多目的ダムである、沼田ダム計画、北海道開発などがある。報告書は、内閣、衆参両院、中央官長へ届けられ、政府の政策に大きな影響を与えた。1959年、財団法人。 松永記念館を設立、自宅敷地内に松永記念館本館を建て、収集した古美術品を一般に公開した。また、欧米視察の際に地遇を得たアーノルド・ジェト・インビーの歴史の研究の翻訳、観光に尽力した。1962年、松永の米寿を記念し、池田隼人内閣総理大臣が、発起人となって、財団法人。 松永記念科学振興財団、松永賞が創設された。米寿の祝いは池田だけを呼び、何もない電力中央研究所本部の屋上で行った。1968年、慶応義塾命名100年式典にて、高橋誠一郎と共に名誉博士の称号が授与された。1971年6月16日、配信金賞のために、 東京都新宿区の品野町の慶応義塾大学病院にて死去。95歳没。葬儀は個人の意思により一切行われず、松永家は財界人の弔問や公電、教科なども辞退している。墓所は埼玉県新座市の平林寺。1929年5月、松永安左門、伊豆淵勝治と共にピンチをくぐり抜けるたびに、 成功のヒントをつかんだ。明るい性格で美男だったことから、女性関係も派手であったとされる。作家の梶山俊之が在界人たちに、小説にしたら面白い人物は誰かと尋ねたところ、多くは松永の名を挙げたという。産業計画会議での松永の現場視察は、大臣や高級官僚のものとは違い、自動車が入れないような場所にある粗末な小屋に泊まり、 ドラム館の風呂に入り、第一線で働く工事現場の人たちの苦労を、自らの手で味わうという、徹底した、現場主義であった。松永は、ミミアンと合する茶人、古美術収集家としても知られる。松永は、第二次大戦後、収集品の一部を、東京国立博物館に寄贈した。同館に寄贈した、以外の美術品は、小田原市にあった、財団法人。 松永記念館に所蔵されていたが、同財団の解散により、大部分が福岡市美術館、一部が京都国立博物館、愛知県当時資料館などの所蔵に返している。代表的な収集品としては、平安仏画の代表作である、釈迦金館出現図などがある。長崎県伊き市石田町院通寺浦の安左衛門の聖火跡に、松永安左衛門記念館がある。 1964年に生存者叙勲制度が復活した際、同年4月29日付の最初の叙勲で、松永は、君一等随法省に内定するが、首相の池田隼人から直々に打診された松永は、人間の値打ちを人間が決めるとは、何事かと激行し、受賞を拒否する。困った池田は松永に可愛がられていた。 長野茂雄に説得を頼み、小田原の松永邸に訪ねた長野は、松永に対して、あなたが助君を受けないと、生存者助君制度の発足が遅れて、勲章をもらいたくてたまらない人たちに、迷惑がかかる。それに、あなたはどうせ追い先が短い。死ねば嫌でも、勲章を送られる。それなら生きているうちにもらった方が人助けにも、なりますよと迫った。 松永は不本意ながら、叙君を受けることは了承したものの、勲章授与式を欠席した。その後松永は、英典の類は、ヘッドが出るほど嫌いだとして、死後を含め全ての英典を受け取らないことを公言する。松永が成居した際にその不法を受けた、当時の佐藤英作内閣は、政府による、助意助君を即日決定したものの、遺族は、松永の意思を尊重し、 一切の栄誉栄点について辞退した。松永の出身地である域で酒造を営む、限界酒造株式会社は、自社生産の麦城中に、松永の名を据えて販売している。ありがとうございます。